7代と言いますけど、まあ、僕の親父さんが過去帳を整理しとって、でずっと代々こう遡っていくと7代先にから紙の関係のことをしとったらしいと。それで僕で今7代目なんだなっていうのが分かりました。だからまあ時代的にはもう幕末ぐらい、天保年間ぐらいからだと思います。高校出てからずっと京都におりましたので、京都におって着物の仕事をしておりました。でそれをまあやめて、僕は次男なんですけど後を継ぐという形になって帰ってきたんですけど、やっぱりそのぐらいからやっぱり紙いうのはなかなか売れない時代になってました。で、まあ、どうしても注文も減ってきてましたし、で、まあ、こう流通の方も問屋さんがだんだんこう難しくなる事態だったので、こういう私たちみたいな職人さんを支えることができんようになる時代に差し掛かっていたので、仕事を覚えることと、で子どもたちを養うことで、もう紙を作って紙を買ってもらって今日夜すぐということで一生懸命もうそれに邁進してたので、まあそれはいろいろ迷いもありましたけど、それは吹っ切って。何年間かはもうそれに没頭したって形で11年目になるのかな、はい、僕みたいな世代の人がほとんどいなかったっていうのもあって、大丈夫かなっていう気持ちは多少はやっぱあります。作業は手伝ったりとかは小学生の頃からしてたんですけど、もう多分僕が知ってる時は多分もう 1,2 件あったかなぐらいで、もうその時にはもう数えるほどだったんですけど、周りが結構もったいないなっていう気持ちがあったりとか、やっぱ自分もその卒業証書とか作ったりとかも学生の頃してたんで、やっぱそういうのがなくなるのはやっぱ寂しいかなっていう気持ちは結構そうですね、そこに感じましたね。強靭さっていうのが関市和紙を昔から特徴として言われてます。黒革を包丁で削ぐっていう工程があるんですけど、その時他の産地は結構白くするために外側の表皮がしっかり出るまで削るんですけど、甘革っていうちょっと薄い緑がかった層があるんですけど、そこを関市はある程度わざと残して、甘皮が繊維に絡んで丈夫な紙ができるんで、関州でも本当江戸時代の本当のその紙の作り方の復元だとか、で箔を作りながらだとか、それとも今までなかった消えていたような紙もあるわけですよね。だからそういうものの復元も含めてトライしてみたいなというのが、まあこれからの自分の一番余暇を利用したちょっと紙で楽しみたいなというのがあります。紙すき自体、こういう仕事自体がやっぱり
今の現代の中ではそういう仕事として残るのがだんだん難しくなってるというのは実際そうだと思います。継いても儲からんし、後の息子や娘に継がすほどの仕事ではないという形になってしまったというのがこの近年なんですね。でも逆に言えば、またこういう時代になってなればなるほど、逆にそう自然素材で本当の本物というものというのは見直される時代に来ると思うし、また新たな用途というのは何かにつながる場面があると思うんですよ。ただこう紙をすくっていっても、やっぱり全然こうその人のこう感覚的なことだとか素養だとか、いろんなまあセンスも含めて口伝ではなかなか伝わらないんです。もう自分でこう反省をしながらやる以外にはないので、もういちいちは言いませんでした。今もそう言いませんけど、できた紙についての評価はうるさいですよね。やっぱりそういうことは息子にもやかましいことはあります。まあ、変わっていくべきっていうのは、やっぱりその大昔と比べたらやっぱり機械に変わるところはあると思うんですけど、そういう負担を減らせるところはどんどん減らしていけばいいんですけど、例えばその地元の原料を使うとか、あとはその紙のすき方とか、そういった部分、その質に作用する部分っていうのはやっぱり絶対に変えちゃいけないところだなっていうふうに思ってます。やっぱりこの町、この地域は和紙は必要ですし、そういう文化として残ってますから、いいところを、まあ、若い人たちは一番伸び盛りの時なん で、そういう方々にまあちゃんとこう仕事をしてもらえるためにも、仕事も取らにゃいけませんし、注文も受けにゃいけませんし、そういう営業的なことも含めてのやっぱり和紙、石州和紙の宣伝もしなきゃいけませんので、そういうことが僕の役割なんだろうと今からはそう思います。はい。